おはようございます。速稼塾の久保です。今日の億万長者シリーズは、物欲ってことに対してね、ちょっと お話をしていこうかと思います。物欲がないっていうふうに言うのって、私はすごくね、かっこ悪いことだと思うんですよ。いや、物欲気づいてないでしょと。あとはね、もしくはね、これは物欲じゃないんですよと、こっちの物欲ですよというふうに、自分の都合のいいところで物欲を分けてると思うんですよ。で、そういう意味で言うとね、いろんな概念があって、それはしょうがないんですけども、私が思うところ、借金っていうのも物欲だと思いますし、仕事に使う機材が必要っていうのも物欲だと思うんですよ。で、そもそもね、仕事をしないといけないっていうところがどっから始まってるかっていうと、いろんなものとかこととかサービスっていうのが自分の自身で足りてないから、仕事をして、そこでお金を得て、そのお金でいろいろと埋めていこうとしてるわけなんですよね。その一つが借金であったりとか、借金っていうのは要するに過去に物欲を手に入れるために作ってしまったものとかね、社員をつなぎ止めたいとか、ある一定の信用を獲得したいとか、組織を維持したいとか、そういったいろんな欲、物欲、物だけではなくてね、物に関する、その周りに付帯する形のないものも、大きな意味で物欲と呼ばせていただきますけども、生命活動全てに通じるものじゃないかなと思うんですよ。だからね、車ってすごい物欲の塊だと思うんですよ。で、R34 とかトランザムね、物欲にまみれて買うわけなんですけども、維持費もかかりますよね。で、そのものを維持するために維持費をかけて、ものを維持するために車検通して税金ね、今は税金の時期ですけども、税金払うわけなんですよね。で、お金が必要になってくるから、物欲をなんとかかんとかっていう感覚はしないけども、結局はそういった自分の所有物を維持するためにお金が必要で、お金を稼ぐみたいな形になっちゃうんですよね。ですんで、お金を稼ごうとするものっていうのは、お金そのものが欲しいんじゃなくて、物欲を埋めたり、過去に物欲を消化したものを未だに過去の支払いに追われている、いわゆる借金ですよね。その借金を返すっていうのも、もろ物欲だと思うんですよ、私はね。ですんで、物欲に正直になることと、あと物欲にね、気づかないといけないのかなと思うんですよ。私はこれが欲しいからっていうのもね、明確な物欲ですけども、こういう昔の歌詞があるから、失敗とかね、それから負債があるから、それを返すためにやってんだと。それは過去に、物欲もしくはお金が必要な時に、そのお金がなくって未来永劫にわたるまで、今に至るまで、返済を伴う借金というものをね、してしまった、その穴埋めに今ビジネスをしてるってことなんで、守備一貫してるんじゃないかなと思うんですよ。で、その一つとして仕事に使う備品がいるんで、自分個人は欲しくないけども仕事で必要だからっていうのも、結局は物欲に帰するのかなと思うんですよ。さあ、ここまでね、物欲と言ってきましたけども、私が一体何を言いたいのかっていうと、人生生きるためにはね、いろんなものやことやサービスっていうのがこれ必要なんですよ。だって、何、お昼にチャーハン食べようかなと思ったら、チャーハンのネタを買ってこないといけないじゃないですか。これ物欲ですよね、思いっきり。だから、これは食欲とかは物欲じゃないんだよとか、家賃は物欲じゃないんだよっていうふうに、きれいに切り分けようとしますけども、そんなことはないです。私は家に住んでます。一戸建てです。この一戸建て、私、物欲にまみれで買いました。でも、一括で買えたんでよかったんですけども、でもこれをね、ローンで買うとするとどうでしょうか。ローンの返済っていうのは、物欲とイコールじゃないっていうふうな考え方になってしまうんじゃないかなと思うんですけども、でも、むちゃくちゃ物欲なんですよ。で、その家のローンを買ったがために生じる金利、これも物欲によって生じた、要するに物欲のための金利ですから、これを払うのも物欲を達成するため、もしくは物欲の生産をするためにやってる活動と言えます。だから、全てのね、1円に至るまで、どんな1円に至るまで、これは物欲の達成のためにやってると思うんですよ。で、多くの方の感覚ってのは、今持ってないものを手に入れたいってものに対してだけ物欲だっていうふうに切り分けてると思うんですよね。違うんですよね。今まで使ってしまったものとか、電気代とか水道代とか携帯代、これも物欲を消化するために使ってるものという意味では物欲なんだと私は思いますよね。ですんでね、やっぱ物欲をもっともっと、自分にはものすごくね、欲にまみれた心があるんだなってことを正直にして、借金を返すために働く、これもね、むちゃくちゃいい動機だと思いますし、多くの方共感すると思うんですよ。多くの方は借金抱えてますからね。で、借金に追われているがゆえに、本当に借金どうやって返せばいいんだろうって思い悩みますけども、でも借金を返すために働いてます。それは当たり前のことだなと思うんですよ。家のローンを返済するために働いてます。車のローンを返済するために働いてます。みんな借金に支配されて、働かざるを得ない状況になってるわけなんですよ。で、片やですね、もう借金なんて全くないと。で、お金もそんなにビジネスしなくても勝手に生まれてるよっていう人、こういう人に対しては、じゃあ物欲がないのかなって言ったら、これはね、物欲やっぱりあるんですよ。見つかるんですよ。例えばね、
私の物欲の達成で、こうやってね、ツボです。ツボを買いました。こんなもん何の役に立つのやと思うけども、このツボいいなと思ったからね、これ青銅器のツボなんですよね、買ったんですよね。でもこれほとんどの人には欲しくないものでしょ、いらないものでしょ。で、エアコンがついてます。去年までエアコンついてませんでした。だから夏は暑い中でダラダラの汗の中で放送してましたし、冬はね、息が白くなるようなそんな寒いところで放送しました。でも私は物欲、エアコン買ったんですよ。この部屋で快適に一年中撮影がしたいんで、山田電機じゃない、これはね、ジャパネットとかで買ったんですよ。まさに物欲ですよね。です、私はね、物欲を強く意識することによって、その物欲を達成するために今まで生きてきたと言ってもいいですし、これからもそうだと思います。だから自分に物欲がどんなことがあるか、スラ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 答えられるんですよ。私は何が欲しいか、どうしたいのか、何をサービスとして受けたいのか、全て答えられるんですよ。だから物欲があると、その物欲を一日も早く達成するために、じゃあお金稼ごうかなっていう風なね、すごく簡単なシンプルな答えになってきます。で、月収100万をね目指したくてビジネスされてる方、なんで月収100万いかないかっていうと、その月収100万も得た後に、構築する世界観っていうのがね、曖昧だからですよ。要するに物欲ってものが明確化されてないからなんですよね。私はもう物欲明確になってますからね、もう何ですかね、ナイトライダー買う時でもいくらいるのかなってことと、毎月の維持はいくらかなってこときちんと計算して、そこに向かって、自分のね資産をこう振り分けていったわけなんですよ。その一番バランスが取れたところで、今だったら購入オンだなと思っていったわけなんですけども、まあ、家もそうですよね。家っていうのは、まあ、降って湧いたような話で、家っていうものがあった時にはすでに支払うお金がありましたから、そういう意味で言うと使う当てのないお金を稼いでいた時期もあったかなと思うんですよ。それはただ単にビジネスが面白くって、ビジネスを構築するとやっぱり思ったように売れていくし、徐々にね、高い金額の商品も高い満足度で売れていったところで、まあ、自分のビジネスセンスが上がってきたなっていう風なね、そういう風な満足感もあって、収入とか関係なくずっとそれをねミッションとしてやってたら、気がついたらビジネスを辞めた時にお金が残ってたっていう形なんですよね。だからこういうところでも多くの方と多分順番が逆で、どうしても欲しいなと思って稼いだものお金っていうのは私は実はないんですよ。そういう意味では物欲はあるんだけども金銭欲はないかなっていうふうに切り分けられるんですよね。ただもうお金がどうしても欲しいっていうよりも、私はどっちかというとエネルギーとしては借金を返したいっていうね、エネルギーは若干強かったかもしれませんけども、究極借金返さなくてもいいと思ってた自分はいます。正直に借金するだけして返さなくてもいいんじゃないかなと、踏み倒すまではいかないんですけどもね。まあでも返してないのは今日の時点であって、じゃあ未来永劫返してない、返さないかって言ったらそんなことないんでね、5年後に払うかもしれないし、10年後に払うかもしれないし、30年後に払うかもしれないし、とにかく私の人生が終わるまでに借金は返しますよっていうスタンスで、その間いくら金利を取られても全く構わないって考えなんですよ。というのが、金利はバーチャルの中で増えますけども、金利がどんどん上がったからといって私が今日食べるものとかね、活動範囲とか変わんないんですよ。健康状態も変わんないですし、ただ多くの方は借金が増え続けることによって精神的に参っていくんですよ。私はそういうのは全くないですよね。物が手に入らなくても精神的に参らないし、物がどんどん流出しててもあまり精神的に参らないですし、借金が膨らんでいっても別にへっちゃらというね。借金が増えることによってね、なんかこう殺されるって言うんだら別ですけども、まあ今はそんなことは考えられないですね。いろいろと話しましたけども、最後にね、やみくもにまとめてすると、物欲がっつり出していきましょうってことなんですよ。物欲に気がつかなければ稼ぐパワーは弱くなる。これはね、本当にそうなんじゃないかなと思いますけども、皆さんはどうお考えでしょうか。いってらっしゃい。